東野圭吾史上最も泣ける感動作。今外から放り込んだ便箋は32年前の世界に届くんだよ。これはみんな未来からの手紙だからな。あなたはいつだってシャッターの郵便口に手紙投げ込んでる人たちはな、俺に相談し自分の人生がどう変わったか知らせてくれてるんだよ。人の運命ってもんはそう簡単に変えれるもんじゃねえだろ。その回答はあなたの人生の役に立ちましたか。ナミヤ雑貨店の奇跡。